小賀市で今朝早く新聞配達のバイク2台と普通乗用車が絡む事故がありましたこの事故でバイクに乗っていた配達員の79歳の男性が意識不明の重体となっています警察によりますと午前5時20分ごろ古河市新原の県道交差点で西日本新聞の配達員吉田康弘さんが運転する原付バイクに 同じ販売所の配達員の男性が運転する原付バイクが追突しました事故の弾みで2人とも転倒し吉田さんが後ろから来た普通乗用車にはねられました吉田さんは頭などを強く打ち病院に運ばれ治療中ですが意識不明の重体です同僚の男性と車を運転していた男性にけがはありませんでした吉田さんと同僚の男性は、 新聞配達を終えて販売所に帰る途中だったということです。